定刻となりましたので市長定例記者会見を始めさせていただきます。それでは記者クラブ幹事社産経新聞社小金崎さん、進行よろしくお願いいたします。5月の幹事社を務めます産経の小金崎と申します。よろしくお願いします。よろしくお願いします。それでは本日の記者会見内容について市長からご説明の方お願いいたします。はい、皆さんこんにちは。ゴールデンウィークから始まりました5月のイベントがたくさん行われました。先週は鉄道の街、鉄道フレアフェアということで、鉄道の街として発展してきましたこの埼玉市が、多くの鉄道ファンの方々が大宮駅周辺にお越しをいただきまして、この鉄道の魅力を大いに感じていただくことができました。また前の週には与野のバラ祭り、またうなぎ祭りなどですね、5月にはさいたま市らしい、たくさんの、イベントがあったわけでありますけれども、子どもを持つ多くの方々に、身近な場所で、楽しむそんな機会があったのではないかというふうに思います。また併せて、地元の魅力を改めて再認識をしていただけるそんな機会になったのではないかというふうに思います。さて、明日から6月に入るわけですが、6月は水無月というように、雨の日が多く、じめじめとした鬱陶しい、シーズンが始まります。また記者の皆さんには熱中症に十分ご注意をいただき、また体調管理を行っていただきながら過ごしていただきたいと思います。また6月には6月議会も始まりますので、私自身も健康にしっかりと留意をして臨んでまいりたい、こんなふうに思っております。それでは早速本日の議題に移らせていただきたいと思います。まずはじめに議題の一番目でございますが、平成30年6月定例議会の提出議案についてご説明をさせていただきたいというふうに思います。平成30年さいたま市議会6月定例会を6月の6日に開会をいたします。議案提出議案数は全部合わせますと22件ということになります。内訳は専決処分報告事案が2件、また予算議案が3件、また条例議案が12件、そして一般議案が2件、道路議案が2件、そして人事議案が1件ということでございます。まずは予算議案からご説明をさせていただきたいと思います。一般会計補正予算、後期高齢者医療、医療事業特別会計補正予算、介護保険事業特別会計補正予算の3件でございます。補正額といたしましては、一般会計につきましては9億4928万9000円、そして特別会計といたしましては1323万1000円、合わせまして9億6252万円ということになっております。その補正予算の特徴についてご説明をさせていただきます。まず一つ目でございますが、一つ目は子育て支援の充実についての予算でございます。これは特定教育保育施設等運営事業についてでございますけれども、これの施設整備事業について344万3000円、これは認可外保育施設の安心安全な保育環境を確保するための備品を購入する事業者に補助金を交付するものでございます。2つ目の特定教育保育施設等運営事業について7501万5000円を計上してございます。これは一つといたしましては、保育所等の安心安全な保育環境を確保するための備品を購入する事業者、それから2つ目としては保育士の業務負担を軽減するためのシステムを導入する事業者のに補助を交付するという2つの運営事業に対して補助金を計上しているものでございます。これは護水中の安全対策であるとか、本市の認可保育所で昨年プール活動中の事故が発生をしたことなどを受けまして、事業化をさせていただくものでございます。多くの事業者が活動していただくことで、保育施設の一層の安心安全の確保につなげていただきたいというふうに思っております。2つ目が教育文化の充実ということでございます。
まず一つ目の事業は文化芸術都市創造事業ということで、平成32年3月から5月にかけましての国際芸術祭の開催に向けて、各種プロジェクトの企画実施、また広報活動等に要する負担金を補正するものでございます。7610万2000円でございます。また平成31年度から平成32年度までの事業実施にかかる負担金として設定する債務負担行為としまして、限度額4億8524万8000円を計上してございます。開催計画等を実現するために必要な経費を積算をしたものでございます。より多くの市民の皆様にご参加をいただいて、共に作る、参加する国際芸術祭として埼玉文化を市内外に発信をしてまいりたいと考えております。2つ目といたしましては、教育相談推進事業でございます。この教育相談推進事業として983万8000円を計上してございます。私立の中高等学校の生徒を対象といたしました教育相談のツールの一つでございます。気軽に相談することができる SNS を活用したものとなっております。生徒の悩みへの早期対応を図るとともに、適切な相談相手につなげることができる体制を構築してまいりたいと考えております。多様な選択肢を用意し、相談体制の充実を図ってまいりたいと考えております。最後にその他でございますけれども、一つ目が思い出の里維持管理事業で1億7322万7000円を計上してございます。これは市営墓地の新規公募終了に伴いまして、市民の墓地供給への要望に応えるために、市民の墓地ニーズや意識の変化に対応する樹林型合葬式墓地を思い出の里市営霊園敷地内に設置をするというものでございます。2つ目でございますけれども、これは消防施設等整備事業といたしまして、3億1796万5000円を計上しております。これは大規模化、複雑多様化する災害に迅速かつ確実に対応する効果的、また効率的な消防体制を構築をしていくために、平成32年度の供用開始に向けた岩槻消防署の移転整備を行う事業として、事業の予算として計上したものでございます。そして2つ目は仮称新大里東分断車庫の整備に向けた実施計画等を実施するための予算として計上しております。両事業とも平成30年度から31年度にまたがる事業でございますために、岩槻消防署移転整備事業として総額15億5725万5000円、また仮称新大里東分断車庫設計事業として総額286万6000円を設定する継続費となっております。次に主な条例議案についてでございます。主な条例議案としては、さいたま市市税条例の一部を改正する条例についてご説明をさせていただきます。生産性革命の実現に向けた固定資産税の特例措置を創設するものでございます。生産性向上特別措置法の規定によりまして、市が作成する計画に基づき中小企業が実施する設備投資、または市に生産性革命を実現するための設備投資、または企業の収益向上に直接つながる設備投資以上の3つの要件を、またはではないですね、この3つの要件を満たす設備投資を対象にしまして、3年間固定資産税をゼロにするというものでございます。積極的な設備投資が促されて、中小企業等の支援につながっていくというふうに期待をしているところでございます。続きまして議題の2つ目でございますが、サッカー日本代表応援イベントを開催にしますについてご説明をいたします。100年の歴史を持つサッカーの町埼玉として、 2018FIFA ワールドカップロシア大会に出場するサムライブルー日本代表の応援イベントを開催をいたします。期日は日本代表の初戦に合わせまして6月19日の火曜日、
内容はキックオフ前のイベントと試合の模様をですね、パブリックビューイングを行うというものでございます。会場はキックオフ前のイベントは JR 浦和駅東口駅前の市民広場で行います。そして、パブリックビューイングにつきましては浦和コミュニティセンター 多目的ホールで実施をいたします。この応援イベントを通じましてサッカーの街の機運醸成を図り、またさいたま市からロシアへ声援を送ろうというものでございます。イベントの内容についてでございますが、市民広場でのキックオフ前のイベントは15時から開催をいたします。キックターゲットやフェイスペインティングの市民参加型イベントの実施、また飲食物販ブースの出展などを行います。また16時からはおなじみであります埼玉観光大使のキューブのパフォーマンスを予定しております。また19時30分からはレッズ OB で元日本代表の鈴木啓太氏を招きまして、ロシアの地で戦う日本代表の初戦を占っていただきます。試合開始前の21時まで会場に来ていただいた方が楽しめる催しを開催いたします。そして21時から23時まで日本のワールドカップ初戦となりますコロンビア戦をパブリックビューイングを実施をいたします。パブリックビューイングにつきましては地元 NHK 埼玉放送局さんと共同で無料開催をいたします。浦和コミュニティセンター多目的ホールにおいて実施をしますが、会場では大型スクリーンにて放映をさせていただきます。当日先着400名までの入場制限を行わせていただきます。整理券の配布を予定しており、安全な入場の確保に努めてまいります。多目的ホールへの入場開始はキックオフ1時間前の20時を予定しております。この初戦の勝敗がその後の行方を大きく影響するのではないかというふうに考えております。皆さんの熱い応援をお願いしたいと思います。最後にその他の応援事業についていくつかご紹介をさせていただきます。一つ目でございますが、応援バナー、こちらですね、こういったものの掲出を行います。画面に出ているのがそのデザインのイメージでございます。浦和駅周辺および大宮駅周辺に合計約200枚を掲出いたしまして、駅前をサムライブルーで染めて機運の醸成を図ってまいりたいと思います。期間は6月中旬からワールドカップが終了する7月15日までを予定しております。2つ目が代表選手の写真の展示でございます。こういうイメージですね。日本サッカー協会の協力によりまして、市内の公共施設等にですね、ワールドカップに向けて予算を戦ったさいたま市にゆかりのある代表選手などの写真を展示してまいります。展示場所は浦和駅周辺を予定しております。3つ目が応援フラッグですね。これのプロジェクトの実施でございます。昨年の日本代表の国内最終代表壮行試合では、応援フラッグプロジェクトと題しまして、応援メッセージを記入したビッグフラッグが掲出されました。埼玉市からは市内のサッカー部5校が作成に参加をしてくれました。昨日行われました壮行試合でもですね、プロジェクトに参加した高校サッカー部の選手を集め、浦和コミュニティセンターでパブリックビューイングも実施をいたしました。以上のように、埼玉市では多くの人たちや団体の協力によって、さまざまな応援イベントおよび事業を実施し、日本代表の活躍を祈っております。全国各地でも同様の応援が行われ、大きな力となってロシアに届くことを願っております。私からの説明は以上でございます。市長からの説明についてご質問がある者はよろしくお願いします。テレビ埼玉の飯田です。はい。補正予算議案の中で、はい、私立中学校校の生徒を対象に SNS を活用した、悩み相談を実施するということなんですけど、この取り組みは、全国的に見て、新しいものなのか、ちょっとそこら辺を教えていただければと思います。
SNS を活用した教育相談についてですね、じゃあそれはちょっと担当の方から、はい、さいたま市におきましては今年度より、新たな取り組みとして、行う予定でございます。周辺の状況は分からないですよね。周辺他の自治体、先行自治体として昨年度長野県大津市大阪府が先行として実施をしております。他にはいかがでしょうか。はい、NHK の瀬井です。思い出の里維持管理事業として、はい、合葬を整備するということなんですけど、こういう形式、合葬の形式の墓地を新たに整備する、背景ですとか、あと市民からの、要望もあったということだと思うんですけれども、どういう要望があったのかというのを教えてください。さいたま市としてここ数年ですね、その合葬式の墓地を作ってほしいという、要望、あるいは墓地の増やしてほしいという、そういった要望に応えていこうということで、数年かけてこういった墓地の計画を検討してきたところでございまして、それに基づいて今回は整備をするということでございます。具体的な要望内容についてはじゃあ所管の方からお答えをさせていただきたいと思います。事務所長の勝野と申します。お墓は基本的に承継ということで、持っている方が亡くなりますと次の方に継いでもらわないといけないんですけども、今やっぱり子ども少なくなってますし高齢化がありますので、継がないでいい墓地ということで、今回のような合葬式の墓地に希望が多いということでございます。あと現在あります2万4000の墓地につきましてはさらに作ることはできませんので、新規墓地を欲する方につきましては、そういう方に墓地を供給したいという面もございます。以上でございます。追加でいいですか。2万4000というのは今市営の墓地すでにあるお墓の数が2万4000、それ以上も作る敷地がないということを。他にはいかがでしょうか。よろしいですか。はい、それでは幹事社質問の方、はい、させていただきたいと思います。はい、まず2つありまして、はい、1つが緑区の認可保育園のプール事故の、検証専門分科会の、はい、答申への受け止めを改めてお願いいたします。はい、1問だけでよろしいですか。はい、まず亡くなられましたお子様のご冥福をお祈り申し上げますとともに、ご両親またご親族の方々には心よりお悔やみを申し上げたいと思います。今回ですね、社会福祉審議会特定教育保育施設等重大事故検証専門分科会の答申を受けまして、このような悲しい事故が繰り返されることなく、安心安全な環境の中で子どもたちがプールを楽しめるように再発防止に取り組んでいきたいというふうに考えております。早急に危機管理マニュアルを充実させ、今年の夏のプールの時期までに各園に周知を図って、また合わせてプール実習の立ち入り調査も行っていきたいと考えております。プール活動に携わる方は次の瞬間には何が起こるか分からないということを常に意識して していかなければならないと考えております。そういった意識づくり、またそれに対応できる体制づくりを徹底していきたいというふうに考えております。以上です。こちらの質問に関して質問がある者はいますでしょうか。毎日新聞の山寺です。よろしくお願いいたします。答申ではですね、
プール の入った時に職員が目を離していたということと、最初は1人の体制で途中から1人が加わって滑り台を撤去したということで、最初の人数が1人しかいなかったということがありました。その人数がそういう人数でやっていたという事実は分かったんですけど、なぜそういう体制になったかというあたりまではちょっとですね、答申からは見えてこない部分もありまして、あと水深がかなり深いプールでやっていたということもありました。で、この年齢、その水深、子どもの身長とかとですね、それと水深の関わりなどについての安全性などについての検証というのがちょっと見えてこない部分があるなというふうに感じたんですけども、そのあたりは今後は市としては何か検討されるご予定でしょうか。はい、今回ですね、この事故が起きた大きな要因としては、今ご指摘いただきましたように、事故が起きたときに職員がプールから目を離したことがあるということが一つと、また水深が深すぎるのではないかということもご指摘をされておりまして、深いところで66センチあったということ、また園児の体調管理の確認、あるいは通知やマニュアル等の周知が不十分といったことなどが挙げられております。今後、再発防止策を進めてまいりますけれども、その基礎基盤となる安心安全づくりを行っていくための、やはり具体的な指針を示していく必要があると思いますので、そういったことにも十分も含めてマニュアル化をしていく必要があると考えております。補足ございますか、担当から。よろしいですか。はい、その他各社さんありますでしょうか、この質問について。はい、すみません、埼玉新聞の橋本と申します。先ほど の6月定例議会の提出議案の中で、子育て支援の充実の項目の中で、特定教育保育施設等運営事業のところになんかプール事故、すみません、ちょっと言うか、すみません先ほどの、提出議案のご説明の中でですね、はい、子育て支援の充実、補正予算の方ですね、はい、で、特定教育保育施設等運営事業の中でプール事故についてその方言及されてましたけれども、はいはい、具体的に、プール事故を受けてこの運営事業の中でこういうことをやっていくっていうのをちょっともう一度具体的な設備みたいなこともプールです。でそれをじゃあ担当でしょう、所管の方から。保育課でございます。まず事故対策の関係ですけれども、各保育園について必要と思われる備品の購入ということで、1人3万円で3万円の方の備品を活用していただいて施設の安全管理に努めていただくものということと、あと保育士の、事務の軽減を図るための、事業として、いわゆるその保育日誌とか、あるいは園児の状況とか、あるいは保護者との連絡とか、送園状況のシステムをやるもので、1施設に100万円を限度の補助としてやるものの事業内容となっています。以上です。このほかこの議題で質問はありますでしょうか。それでは2つ目の幹事社質問なんですけども、昨日さいたま市本庁舎整備審議会から市長の方に答申書が手渡されたと思うんですが、その受け止めと今後の移転に向けてどのように進めていこうと考えておられるのか、そちらのご所見をお願いします。はい、それでは幹事社からの2つ目の質問にお答えをしたいと思います。まずはじめに、
昨年の答申、昨日の本庁舎整備審議会の答申についてですね、平成24年のに今諮問をさせていただきましたけれども、それ以来約5年半にわたりまして大変真摯にご議論をいただいた委員の皆様に心から感謝とお礼を申し上げたいというふうに思います。諮問までの経緯でございますが、旧3市の合併協定書の趣旨を踏まえまして、これまで新市庁舎庁内検討会議及びさいたま市庁舎整備検討委員会にて協議をし、各界各層から幅広く意見を頂戴してまいりました。その後、この平成24年12月19日に本庁舎の整備に関し必要となる事項についてさいたま市本庁舎整備審議会に諮問をいたしまして、昨日5月30日に沢井会長から審議会の結論となる答申をいただいたところでございます。長きにわたりまして様々な分野における専門家及び関係団体からの視点、そして市民の視点といった多方面から十分な議論を尽くしていただいた結果であるというふうに考えており、審議会の答申を最大限尊重していきたいというふうに考えております。今後につきましては答申で示されましたあるべき庁舎の諸条件、また庁舎整備の基本的考え方および機能、規模、また位置、整備の進め方といった条件を満たすものがあるかあるのかということを丁寧に調査をしていくことが必要であると考えております。その調査結果を踏まえましてその後の整備の進め方を考えていきたいというふうに考えております。以上です。答申の方では位置についてはさいたま新都心の方を押すというような形だったと思うんですけど、これに関してちょっとどのように考えていられるか。その受け止めということです。受け止めということ、はい。そうですね、この位置についてはですね、いくつかの視点からご議論をいただいたというふうに伺っております。これはですね、まず基本は3つの駅、浦和駅、新都心駅、それから大宮駅というこの3つの駅を比較検討をし、そして都市づくりとの整合性、防災性、また人や情報の集積性、交通利便性、国県等との近接性、またシンボル性という6つの項目から比較をされたというふうに伺っております。そしてそのシンボル性について、スーパーアリーナで国際的なイベントが数多く開催されるなど、国際的な知名度が高いなど、また埼玉新都心駅周辺のシンボル性が高く、アクセスの公平性を表すと言われております人口中心との近さも考慮に入れるべきとのご意見があったということで、総合的にこの埼玉新都心駅周辺との意見でまとまったというふうに伺っております。私たちとしてはこの場所の問題だけではなくて、そのあるべき姿、あるいは必要な機能というようなことからですね、しっかりご議論をいただいて、これからの庁舎の、そういった基本的な考え方であったり機能であったり、そういったことを十分踏まえて、その中の、一つとしてその位置としてどういう場所がいいのかということで、そのふさわしい場所ということで、埼玉新都心が選定されたと、答申されたというふうに、理解をしておりますので、いずれにしましてもそういう総合的な視点から検討していただいて、また答申をいただいて、5年半余りにわたってですね、本当に真摯に取り組んでいただいた成果でありますので、もちろん最大限尊重しながら、ただ現実としてはそれに諸条件に合致する候補地があるのかということについてですね、十分調査をしていく必要があると思いますし、またこの答申の中でも
その具体的な場所であるとか、あるいは建設手法だとか、そういった部分についてもいろんなご意見といいますか考え方が付されておりますので、当然そういったものを十分に鑑みながら検討を最終的に市として判断をしていくということになるというふうに思っています。3市の合併から17年が経ちまして、はい、で今後移転ということになると思うんですけども、その移転の時期ですかね、これいつぐらいにこうなるのかっていう。そうですね、まずはですね、この答申をいただきました。それについては私たちも今申し上げました通り、最大限その取り組みはなんていうんですかね、まとめていただいたことについて最大限その内容についても最大限尊重していきたいと思いますが、これからいずれにしてもその現実可能性に等を含めてしっかり精査をして、その上で決定をしていくという、そういうプロセスをですねしっかりとって、私たちとしては決定をしていくということになろうかというふうに思います。時期に関してはまだ未定という。そうですね、今後その中で、取っていかなくちゃいけないプロセスも当然ございますので、それを踏まえながらですね判断をし、そして進めていくということになると思います。この質問で各社さんご質問があればよろしくお願いします。はい、朝日新聞の森です。はい、今市長のお話を聞いてるとですね、まだなんか紆余曲折あるのかよく分かりませんが、どうなるのか分からない、市民が聞くとですね、いつまで何やってるんだっていうのは正直なところだと思います。であればですね、例えば、いつ建設できるかということが分からなくてもですね、例えばロードマップをいつまでに策定してですね、このロードマップに乗って建設を前向きに進めるとか、あるいはこれからどういうふうに、その建設を進めていくのか、市役所の中の内部でこういった事項を決めていくのか、あるいはまた有識者を招いて、そうした有識者や、またあるいはその建築の専門家など、そういう人たちを入れてですね、協議していくのか、そういう手法についてもですね、もう少しはっきりしないと、このままでは市民は、清水市長は決められない人だと、そういうふうな見られ方をすると思いますので、今、例えば、ご自身で考えていることを、少しでも、お話しされた方がいいのではないでしょうか。はい、今も申し上げました通りですね、今答申をいただいたばかりでございます。位置であるとか、あるいはそれぞれ機能であるとか、あり方であるとか、あるいは建設についての建設手法であるとか、いろいろご意見を答申の中に盛り込んでいただきました。一つはそれを実現できる場所が、その指定、答申をいただいたところにあるかどうかも含めて、まずは私たちとしてしっかりですね、検証といいますか、精査をする必要があると。その上で、当然、なんていうんですか、方針を市として決定をして、その後は通常のいわゆる行政的な手続きに従ってやっていくという流れに当然ですね、基本計画を作るとかですね、そういう流れになっていくんだろうと思いますが、まずはまだその方向性を示していただいたということであって、じゃあ具体的にどの場所でというようなことも含めて明確になっているわけではありませんので、そういったことも含めて私たちとしてはしっかりとですね、これ、検証していくというか、精査をしてやっていく、進めていくと。基本的にはこの審議会での答申というのは大変重いものだと、大変重要なものだというふうに私たちは認識をしておりますから、その上でそういった作業を進めながら前に進めていくということでございます。じゃあお聞きします。市長は今度の任期中に何か方向性を出すつもりはありますか。基本的には今期中にはですね、そういう方向性が斉藤氏としてはですね、
結論付けられてくるのではないかというふうには思っております。任期中に、ある程度の青写真を見せるというそういう意向を示したということでよろしいでしょうか。最終的にはそういうふうになってくるだろうというふうに思います。わかりました。東京新聞の藤原です。今の件で補足なんですけども、答申の中で、後書きにですね、ちょっと待ってください。現在耐震工事を進めている現庁さんについてのその利活用なども十分検討されるよう望みますと書いてあります。で市民から見れば移転を急ぐにしてもこの庁舎が今現在耐震工事中なんで、最低あと10年20年30年はおそらく持つであろうというふうに想像できるんですが、今言ったように今期中に示すにしてもこの庁舎どうするかとか、あと20年普通に考えれば20年後でも別に問題はないのかなとか勝手に思ってしまうんですけども、その辺でここの活用法も含めて方針っていうのは何か考えられることはあるんでしょうか。そうですね、いずれにしましても今いただいたその答申をしっかり検証しながら関連してそういう何て言うんでしょうか、現庁舎の活用方法ということなどについてもですね、当然その最終的な判断を下す上ではですね、そういったことについても十分検討しまた配慮し決定されてくるというふうに考えております。このほかこの質問で質問がある者はありますでしょうか。特になさそうですので、そのほかに質問がある方はよろしくお願いします。三橋公民館の9条俳句問題の高裁の判決が出ましたが、その受け止めと今後の市の対応についてお聞かせください。はい、今回の9条俳句裁判の高裁の判決についての見解と今後の対応ということのご質問にお答えをしたいと思います。今回の判決は埼玉市の控訴に基づきまして第一審判決が変更されております。本市の主張がおおむね認められ慰謝料の金額が減額をされております。しかし主張が認められていないという部分もございます。そのため上告をして最高裁の審判を仰ぎたいというふうに思っております。本日5月31日に上告をする予定でございます。すみません、今上告されるということなんですけれども、その埼玉市の主張が認められなかった部分というのは具体的にどの部分になるんですか。はい、判決におきまして職員が俳句を公民館だよりに掲載しないとしたことが、原告の思想や信条を理由として、不公正な取り扱いをしたとされ、これにより原告の人格的利益を侵害したとされた部分についてですね、不服があるということでございます。続いてすいません、はい、原告側は一貫して俳句の掲載を求めて、いると思うんですけども、その今回その上告するという市の判断に伴って、
やっぱりその今後も係争中ということで俳句は掲載する予定はないということでよろしいでしょうか。そうですね、はい。まあ、現時点では、まあ、第1審第2審ともに、まあ、原告の掲載請求権というのは認めてられて、られておりませんので、まあ、掲載は難しいというふうに考えております。毎日新聞の山寺です、はい、すいません、ですね、判決で不公正な職員が不公正な取り扱いをして人格的利益を侵害したという部分について、ということだったんですけど、市長ご自身としては不公正な取り扱いではなく適正な取り扱いだったというふうにお考えでしょうか。それとその理由をお聞かせください。はい、公民館の方がの職員がした判断についてはですね、まあ概ね適正であったというふうに私には考えております。まあ、職員が公務を行う上で中立性また公正性に十分配慮して対応したというふうに考えております。すいません、概ねという部分なんですけれども、概ねというのはどういう。まあ、概ねというのは、概ねですね。まあ100点満点ではなかったというふうには思いますということでありますけれども、でも要請があるかどうかと言われればそこまではないだろうという意味 でご理解いただいていいんじゃないかと。100点満点でなかったとするとどの部分が足りなかった部分になりますでしょうか。まあ、細かくちょっとどの部分をどうすればということについてはちょっとお答えはできませんけれども、まあ、そもそもやはり掲載をする予定の方にやはりきちっと説明ができていなかった、ご理解いただけなかったということについてはやはり、まあ、その理解を、ね、してもらえるような努力というのは必要だったのではないかとは思いますけれども、まあ、それをその何て言うんですかね、最終的な判断ということについては、まあ、概ね、適正だったと考えております。すいません、前回控訴した時は確か議会の開会中で控訴に関する議案というのって提案されて、同意されたと思うんですけども、今回そうした手続きっていうのはどういった形でこうなっていくんでしょうかね。控訴の、上告の期限が6月1日まででございますので、これについては、まあ、専決処分という形で、まあ、上程をさせていただくということでよかったですよね。はい、専決処分をして、で6月議会で同意を求めるということですね。はい、はい。市長は今、はい、職員は適正な取り扱いをしたというお話をされました。ではもしこの俳句をですね、職員が公民館だより載せていたらそれは不適正だったと、そういうふうに市長はお考えになりますか。載せていたら、まあ、ちょっとそのもしの過程のプロセスがどういうふうなプロセスを取るかによってこれ違うと思いますけども、ちょっとまあちょっとその分についてはすぐにはちょっと答えができませんけれども、でも職員はこれは公正であったり中立性を重んじてその判断から載せなかったとおっしゃるわけですから、それを清水市長がですね考えるのであればですね、これを公民館通りに載せたらですね、それを市長がご覧になったらですね、けしからんと、
こういう俳句をこんな公民館頼りになするなんていうのは中立性も格も甚だしいというふうに思われるはずじゃないですか、うん、まあ、それはちょっと違うと思いますが、それは今のは極論のお話だろうと思いますので、その要するに判断をした、まあ、プロセスとかですね、判断基準のことが、まあ、問われているわけですので、それが法律に、適法かどうかということだろうと思いますので、そういった、まあ、何て言うんですかね、特定の個人の価値観によって決めたというプロセスは取っていないと、こういうことだと私は理解しておりますけど。では要するにこれ公民館頼りに乗っててもそれはそれで何も問題はない、その、まあ、判断として、その中立適正に判断したプロセスがあればですね、うん、それはそういうケースもあるかもしれません。でもそれはまあ現時点の仮定の話ですので、うん、まあ、どのタイミングでどういう、まあ、ケースによって多分違い、まあ、違う可能性もありますので、それについて、まあ、短絡的にそれだったら大丈夫だということはちょっと何とも言えないということでご理解ください。今回 の、まあ、判断判決ではですね、載せなくても載せる必要ないと、掲載をしなくていいという判断ではあるんですけれども、例えば、おおむね主張が認められているということであればですね、掲載を今例えば市の方として、まあ、掲載はいいだろうと、いや掲載がどうしてもこれは許せないことであるということであればですね、断固拒否ということだと思うんですけども、裁判を踏まえた上でですね、掲載すれば、お互いにとって、それはそれで上告しないで、ここで裁判という争いも終わると思うんですけれども、それはそういうことはできない選択でしょうか。まあ、基本的にはですね、まあ、今回の行為が違法性があったかどうかということについての、まあ、争いだというふうに思っておりますので、その辺について、必ずしもちょっと先ほども言ったようにですね、職員が行った行為がですね、特定の個人の思想心情によって、公正さを欠いていたものではないというふうに私たちは判断しておりますので、その辺の部分についてはやはり上告をして、はっきりですね、最高裁の判断を、いただくということが筋だろうというふうに思っております。わかりました。すいません、質問なんですけど、はい、今日大のアメフト部の問題が出てるんですけども、はい、市長の、母校ということで、はい、この騒動どう見ていらっしゃるのかっていうのをお聞きしてよろしいでしょうか。はい。まず今回の日本大学のアメリカンフットボール部を、巡る問題についてはですね、これはアメリカンフットボールという、競技スポーツにとっても、また日大のアメリカンフットボール部にとっても、また日大にとっても大変残念なことだったというふうに私自身は考えております。今、関東学連含めていろんな判断がなされておりますが、いずれにしてもですね、しっかりとやはり、日大側もですね、説明責任をしっかりと果たしていただいて、その上で、しっかりとですね、再生をして、また日大アメリカンフットボール部が多くの選手たちの希望として、ね、また復活しっかりとですね、再生を、選手も部もですね、大学もしっかりと力を合わせてですね、再生をして、いただく、それを、私たちとしても期待しています。大学の対応のまずさがこう目立っていると思うんですけど、そのあたりはどう見てますか。そうですね、ちょっと細かい中身については、
なかなか個別のコメントは申し上げられませんけど、しかしやはりいろんな機関にの対応ということについては必ずしも何ですかね、そのタイミングで、こう適正に適正という言い方ですね、このタイミングに合わせて、しっかりとした対応が必ずしも十分に取れなかったという印象は私も持っています。その他質問がある者はありますでしょうか。特になさそうということですので、はい、どうもありがとうございました、はい、以上をもちまして本日の記者からの質問を終了させていただきます。それでは以上をもちまして市長定例記者会見を終了させていただきます。なお次回の開催は6月20日水曜日13時30分を予定しておりますので、よろしくお願いいたします。ありがとうございました。